AED パッドを取り出したところ駅に設置されている AED 自動体外式除細動器は、心停止の際に機器が自動的に心電図の解析を行い、心室細動を検出した際は除細動を行う医療機器。除細動器の一つであるが、動作が自動化されているため、手術者が非医療従事者でも使用できる。心室細動していた心臓は AED による電気ショックで、 静止状態になるので、使用後は速やかに胸骨圧迫によって、白動の回復を促す必要がある。通常であれば、白動は自発的に再開する。主に不特定多数の人が出入りする空港や航空機内、ホテルなどの公共施設に広く設置され、消火器などと同様に、1万1の事態が発生した際には、その場に居合わせた人が自由に使えるようになっている。 日本では救急車が現場到着するまで平均で約8分を要するが、心室細動が起きると数秒で意識がなくなり、約5分後には不可逆的な脳障害が発生して死亡することとなるため、一刻も早く電気的除細動を施行することが必要とされている。救急車の到着以前に AED を使用した場合には、救急隊員や医師が駆けつけてから AED を 使用するよりも救命率が数倍も高いことが明らかになっている。日本で現在承認されている製品は医薬品医療機器等法上の類別機械器具12、一般的名称、半自動所再動機あるいは、非医療従事者向け自動所再動機に該当する。成人用設定で1 5 0ジュール小児用設定で5 0ジュールの固定電流が流れる。 全自動化された製品が発売されている国もあるが、日本ではこの方式は承認、流通ともなされていない。収納スタンドは、蓋を開けると、サイレンやブザー明動、赤ランプの点滅で緊急事態発生を周囲に告げる、ほか、使用されたことを示す信号が、当該施設の防災センターに送られるようになっている、ものもある。電源を入れると、電極パッドを胸に貼り付けるように、 音声案内が流れる。パッドを素肌に直接貼り付けることができていれば、ブラジャーは外す必要はなく、もし余裕があれば、パッドを貼った後に上から上着やタオルなどをかければよい。電極パッドを胸に貼り付けると、自動的に心電図の解析が始まり、電気ショックを与えるべきかの判断が行われる。電気ショックが必要と判断された場合には、 放電のボタンを押すようにアナウンスが流れる。機械の指示に従って支持者がスイッチを押すと電気ショックによる除細動が行われる。AED の使用方法については日本放電工業などの製造メーカーホームページなどを参照のこと。かつて日本では医師しか使用が認められていなかった。2003年に救急救命士に使用が認められ、2004年7月からは ヒーリ従事者も使えるようになり、空港や学校、球場、駅などの公共施設に設置されることが多くなった。2005年に開催された愛知万博では、会場内に AED を多数配置している。また2006年から2008年頃にかけて、公共交通機関での AED 設置が進んだ。2006年7月、都営地下鉄全101駅への AED 設置完了を、 川切りとして、2006年には、JR 東日本新幹線全駅、JR 東海も、東海道新幹線全駅と在来線主要駅に、設置された。この背景として、皇族の高窓の宮のリ親王新能が2002年11月21日、スカッシュの練習を行っていた最中に、寝室細動による、心不全により急性して、以来、寝室細動に対する対応が、 厚生労働省や消防庁で取り上げられたことが挙げられる。AED が登場し始めた当初は1セットあたり100万円以上だったが2007年には30万円程度になっている。心停止に陥る可能性の高い疾患を持つ家族を抱える家庭では自家所有している例もある。レンタルだと1機あたり月額5000円程度。また現在では 子供用の AED パッドが認可され、1歳以上の子供なら使用できる AED が増えている。対象の体に対する、急迫の危害を回避するための救命処置である AED の利用により、救命対象を死亡させた場合、あるいは怪我や障害を与えた場合でも、使用者は悪意、または重過質がなければ、責任を問われない。さらに、 AED の使用により症状悪化が起きることは滅多にないため、日本救急医学会はこちらの問いかけに反応がなく、呼吸がない場合に使用する機器だと述べた上で対象の意識や呼吸の状態が少しでも普通ではないと感じた場合にも試しに使用してみることを推奨している。日本救急医学会の指導医によると AED を使用しないと死亡に至る視線器呼吸と普通の呼吸の 差を見分けることが一般人には難しいことや、そもそも寝室再同時の呼吸状態である、視線気呼吸の認知度が低いことも、即座の AED 利用をしない要因の一つと指摘している。倒れた人が女性の場合、男性より AED が使われにくいという調査結果を2019年に京都大学などの研究グループが発表した。この調査は、 2008年から2015年において全国の学校の校内で心停止となった子供232人について救急隊が到着する前に AED のパッドが装着されたかどうかを調べたものである。それによると小学生と中学生では男女に優位な差はなかったが高校生になると大きな男女差が出ていたという高校生、高専生の場合 AED のパッドが貼られた割合が男子生徒83.2%、女子生徒55.6%と30ポイント近い差があった。研究グループは女子高校生の場合、近くにいた人たちが素肌を出すことに一定の抵抗があったのではないかと分析している。同様の調査はフランスでも行われており、2011年から2014年にパリ周辺で 心停止となったおよそ1万1000人のうち、女性で AED の使用や心臓マッサージといった救命措置が取られたのは60%で、男性より10ポイント低い結果であった。背景の一つとして、訴訟を恐れる心理が指摘されることがあるが、弁護士の小林義和は、救命の流れから逸脱しない限りは、費用や時間、 証層見込みの観点から、訴訟が発生するケースは考えにくいと述べている。また、弁護士の天達優は、着衣を脱がす行為は、強制わいせつ罪に、衣類をハサミで切断することは、起物損壊罪に当たるが、助裁動の迅速な実施のためにやむを得ず、行った行為は、該当者の死を避けるための緊急避難行為として、処罰の対象とはならない、性的意図がなければ、 罪には問われないという趣旨の主張をしている。なお、2019年5月時点で AED の使用に伴う痴漢やセクハラの類に関する訴訟は存在しない。なお、フィリップスのつなぐヘルスケア編集部がフィリップスメールマガジン読者を対象に行ったアンケートによると医療従事者以外の一般の人が救助にあたる場合、AED を使うために異性に衣服を脱がされることについて、 女性の合計86%が不快感、もしくは抵抗感を感じるという回答結果が得られた。またプライバシー配慮については、周りの人から見えないようにしてほしいという要望も寄せられている。そのため、フィリップスジャパンの成川賢治は救護者で人垣を作るのがベストだと述べている。実際に一部の自治体や施設には、プライバシーに配慮するためついたてが用意されていることがある。 実際、スポーツ大会で女性が倒れた際、倒れていたのが女性で、駆けつけたのが男性だったために、AED が使われなかった事例が存在する。結果として女性には、重い意識障害が残り、寝たきりの生活が続いているという。2017年12月、多くの女性が AED を男性に使われた場合、セクハラで訴えると答えたなどという内容のデマが、ツイートされ、 拡散された。この件について、発信源の男性は、人命、女性の尊厳を軽んじ、緊急時の救助活動を躊躇させるとして、女性に対する侮辱、脅迫する行為を行い、すべての方に、多大なるご迷惑を、おかけしたとブログ上で謝罪した。なお、過去にも AED に関係したデマは、内容の細部は異なりつつも、インターネット上で流布されたことがある。前説 使用時の法的責任の有無で指摘された通り、AED の使用による救命に失敗した場合でも、悪意、または、重過失がなければ、救助者が責任を問われることはない。しかし、日本には、全機サマリア人の法がないため救助者が提訴される、可能性が存在する。さらに、日本には、全機サマリア人の法と似た、民法698条の、 緊急事務管理規定があるものの民法698条では不十分とする1999年の消防庁報告書や緊急時における重化室の線引きが判例の積み立ても足りず曖昧であるといった指摘がなされている。実際2016年に千葉県が訴訟費用を貸し付ける規定を盛り込んだ条例を制定している。ただし千葉県はその趣旨で AED の使用等が、直ちに訴訟につながるものではなく、いたずらに、訴訟という言葉が先行して、一般県民の誤解と不安感を煽ることがないように、特に丁寧な説明を行う、よう留意する必要があるとしている。2018年の時点で、日本には少なくとも50万台以上の AED が、設置されていると推定されているが、心肺停止によって倒れるところを目撃された人の、 うち AED による電気ショックが行われる割合は4%程度である。しかもそのうち約半数は医療従事者であり一般市民による使用率は低い。そうした背景を受け京都大学の岩見教授は AED が素早く心停止の現場に届く仕組みの構築と AED を使った救命処置をできる人を増やすことが必要であるとしている。 メドトロニックの AED トレーニングシステム。AED は電気ショックの発生源となる本体と人体に装着する電極パッドから構成される。本体は電源スイッチの他に心電図の解析を行う解析ボタンと電気ショックを与える通電ボタンを備えている。AED とは異常な拍動を繰り返しポンプとしての役割を果たしていない状態の心臓を 電気ショックによって一時静止させることにより正常な拍動の再開を促すものであり、静止した心臓を電気ショックで再起動させるものではない。また、AED 使用によって一時静止させられた心臓は、本来であれば自動的に拍動を再開するが、酸欠等の状態にあると拍動が再開しにくいため、AED 使用後は速やかに胸骨圧迫を行い、 白道の再開を促す必要がある。AED 機器が寝室細動ではないと診断した場合は、除細動は行われず、胸骨圧迫を行うようアナウンスが流れる。龍谷大学に設置されている AED 搭載の自動販売機電極のパッドやバッテリーには使用期限があるため、定期的な点検と交換が必要となる。バッテリーはリチウム電池などが用いられ、 充電された状態で販売されている。購入者側で再充電や再使用することはなく、使い捨てである。バッテリーの使用期限は未使用の状態で通常3から5年である。また、AED 本体。このため、AED を設置した施設については、未使用であっても5から7年ごとに機器の再購入が必要となり、1台あたり30から40万円の 費用負担が発生する。出店日本心臓財団。ありがとうございます。